こんにちは。今日はゆうじさんに宿題を出されていまして、ここに今写真集がたくさん積み上がってるんですけど、これ全部横田大輔さんっていう作家さんの、写真家さんの作品集になってます。で、今日はこの値段と発行年数を調べてこいという宿題を出されてますので、早速順番に調べていきたいと思います。 Amazon で日本のやつとアメリカのやつと UK の Amazon のサイトを使って海外のサイトも調べていこうと思いますが、早速こちら、これは横田大輔さんのコーパスという写真集です。コーパス、アマゾンだと新品で4400円っていう風になってますね。で、その他の出品者のところを見るといろいろ見れるんですけど、ちょっと見てみましょう。4961円から 1万3110円、新品が4400円で売られてるのに、これ誰でも4400円買っちゃいそうですけど次はこの黄色い写真集を調べたいと思います。トランスペアレントです。一致する商品はありませんでした。ちょっと海外のサイトで調べてみます。これが US ですね。お、あったあった、これか。250ドルということは2万8000円ぐらいですか。結構しますね。高い。日本のサイトではないけどアメリカでは買えるっていう感じですね。ちなみに UK でも見てみようと思います。お、144ということは18700円ということですか。あ、じゃあこっちの方が安いですね。なんでだろう。次はこちら、バーティゴ、バーティゴですね。これ、はい、お、323ドル。今までで一番高い。だいたい4万とか。ひうん、ええ？めちゃくちゃ高くないですかこれ。写真集に15万。やばいですね。最後の1個です。これがタラチネ、調べてみます。 US で調べてみます。これ US じゃないか。チッ、お、出てきました。おーおーおーおお、250ドル。結構しますね。さっきのバーティゴと同じぐらいですかね。でもここは新品365、425、だいたい43000円とか。高い。こちらは、おお、370ドル。結構しますね。4万円弱ってことですもんね。全体的に結構高いですね。最後の方全部高くて、感覚が狂いそうになりましたけど、とりあえず全部調べ終わりました。はい、あ、宿題どうでした。宿題、はい、全部これ調べてみて、はい、まあ、なんか全体的に高いなって思いました、うん、あ、値段が、値段がなんか、うん、写真集って5000円とかなんかそのぐらいかなみたいなイメージだったんですけど、うんうん、なんか一番高いやつで250ドルとか、あ、うん、もっと高いのとか300ドルとか中古だった、うん、あって、うん、高っ
まあ買った時そんな値段してないんですけどね。ああ、なるほど。定価はそこまで高くないけど、うん、今になって値段が上がってるってことですか。そうそうそう。だからそれだけやっぱり人気のある写真家さんということで、うん、しかもどうでした、なんか日本と、ね、ああ、そうですね。なんか日本にあるのが少なくて、うん、なんか結構 US と UK、うん、Amazon のサイトにしかないものとかが多かったですね。ね、海外でも結構人気の作家さんだから、ね、海外でも結構流通してるんじゃないかなと思いますね。うん、ね、で写真についてはどうです。写真についてはそう、あの後見たんですけど、うん、なんか正直のところこれは写真なのだろうかなんか結構なんだろう、うん、あのゴミみたいな絵とか入ってたりして、うんうん、そうですよね。だから一般的ななんか写真って言われる絵の像と違いますもんね、うん、そうなんですよ。粒子が荒かったり、ゴミが入ってたりなんだこのノイズはみたいなね、うん、そうそう、ね、その辺のね面白さが、あの横田さんの面白さだと思うんですけど、でさっきねいろいろ調べた中でこちらの作品、これ多分、うん、サイトクラウド、はい、これ、ね、これ多分あの今ここにあるの中では一番古いやつなんですけど、この時何やってたかというと、こう昔撮った自分の写真を、はい、こう高音現像して、ね、森山大道さんとか、うんね、あの高音現像とかして粒子荒かったじゃないですか、はい、ああいう感じで、ね、粒子の荒いような感じでやっていたり、それをもう一回写真で撮って、でさらにそれを撮ったやつを、現像して、現像したやつをスキャンして、スキャンしたやつのデータを、はい例えば人消したりとか、はいはいはい、デジタル処理して、はい、で何層にも1枚の写真の中でこう手を加えているというレイヤー重ねているということをやってます。すごいですね、うん、そうね。なのでだからパッと見、ね、絵としては分かんないですけど、だから意図的にゴミも残してるんですね。だからデジタルでみんなゴミ消す人いるんですけど、はい、ゴミ残してる、そうだけどこう手を加えたっていう軌跡をここの中に残そうとしてるので、なるほど、うん、消してしまうとそこのね、あのプロセスが消えてしまうので、そのプロセスを残そうとしてそういった粒子も残ってるわけなんですよね。そうでね、そのじゃあそのプロセスは何面白いのって話ですけど、はい、なんかちょうど横田さんこの写真集出した時には、あのなんだなんだ、選択、写真を撮った時に、まあ、自分が選択してシチュエーションを撮ってるわけじゃないですか、はい、でその時に選択したものと、の後に時間が経過した後に自分が選択するものって、違う選択の結果だったりするじゃないですか。そうですね、ね、なんか若い時いいと思ったものが年を取ったらいやこっちの方がいいとかね、ちょっと時間が経過したらこっちの方がいいとかあるじゃないですか、はい、それのプロセスを、写真の中に残そうというよう、そうしたいみたいなね、今だったらこれがベストみたいな感じのプロセスをこう積み上げていくというか、一枚の写真の中に、でもプロセスを見せようとしてるからがゴミとか粒子とかいろんなものがこう複層的な上がってきた絵が残ってるっていう感じですまあ面白いですよね。面白いです、面白い、面白い。それで最近なんて本当に彫刻見なくなってますからね、うん、なんか2年くらい前かな、あの木村伊兵衛写真賞、ね、はい、あの受賞してますけど、ね、その時の受賞展とかはニコンでやっていて、その時のもう展示とか見るともう、うん、立体物みたいな、もう彫刻みたいになってます、まあ、写真のプリント作品もあるんですけど、はい、なんか立体物みたいになってて、写真側にボリュームを持ってねこういるんですね。マテリアルっていうか写真の物質みたいな、写真の物質、うん、写真が写真が物質、そうそう、プリントされてるみたいなんですか。こうね、束になってねこうみんな、そうそうそう。でもね、普段僕ら写真になりすぎて写真として見るけど、はい、でも写真実は紙だったりとかさ、なんか別なメディアだったりとかさ、はい、ね、でそういったところにあんまり意識しないと思うんですけど、そうですね、横田さんのこういう処理されるとさ、なんかこうね、ゴミとか気になって逆にそれがこう、ね、写真の、ね、ものとしてこう、ね、はい、あの意識すると思うんですけど、ね、そういったような感じになっていて、でしまいには、ね、あの何、
カメラを使わないで絵を作り出したりとかですね。カメラを使わないで、うん、薬剤とか乳剤とか使ったりとかして絵を作り出したりとか。でも写真の印画紙とか使ってるから、はい、それは写真なのどうなのっていうですね。だからその辺の面白さも多分あるんだと思います、うん、写真って何みたいな感じです、はい、写真って一般的には被写体側写ってるものとか、はい、そういったものを楽しむじゃないですか、はい、でもなんかアート側でやってる写真、現代アート側でやってる写真って写真って何みたいな、はい、うん、写真の概念って何みたい、写真ってこういうものだよねみたいなところを、こんな機能もあるよね、あんな機能もあるよね、ここ気づいてないけどみんな気づいてるみたいな、こう、ね、その中の面白さを横津さんは今だいぶ色濃く出てますね。でその中でですね、今日紹介したいのはこちらのね、タラチネっていう、はい、っていう作品で、はい、これね、ちょうどそのなんだろうな、キーポイントというかね、中間なんだろう、ちょうどこう、ね、切り替わる、写真じゃないかなっていう横田さんのね、今の最近の作品と、うん、でオランダのですね、ホーム美術館、はい、うん、っていう美術館がやってるですね、ホームポールハフアワードっていうアワードがあるんですけど、はい、それのね、グランプリを2016年かなに撮ってて、この写真集の時に撮ってるんですよね。なるほど、うん、ちょうどこの時にね、日本でもね、その先ほどの木村伊兵衛写真賞のノミネートはされてたんです。あ、うん、ノミネートされたけど受賞はしてない。受賞はその時してなくて、うん、受賞はそのもうちょっと後に、受賞してるんですけど、で、まあ、そんなような感じでね、こうかなりだいぶ、ね、世界的にも知れ渡るようになったようなね、まあ、ちょっとこの写真集見ていきましょうか。はい、見ていきましょう。はい、はい、じゃあ写真集を見ていきます。まずこれが表紙で、でもゴミとかね、うわすごい、これとかすごいですよ、なんか 何が写ってるんだろうって感じ、うん、ね、これちょっとアップで見ますか、これね、どれくらいかね、何なんでしょうね、これね、何のテクスチャーが写ってるんでしょうね、これね、うん、もう引くとね、引くとこうですかね、うん、迷子みたいあ、これもまたすごいですね、うんうん、これもともとは何撮ってるの、空とかですかね、空でしょうね、これはね、雲とかね、でしょうね、お、うん、途中の加工でもね、物質、もうだんだん物質感が出てきますよね、これね、うん、うん、もう森っぽいですね、でもね、うん、で、あっちの方行こう、うん、ね、こういう感じでゴミが乗ってくんですよね、ゴミみたいなものが写ってるみたいな話です、うん、うん、さっきのページで、うん、今写ってきた、これで寄ってみますか、この黒い斑点みたいなのが跡でしょ、ね、あれですか、現像で何か普通のね、いろんな過程の中で出てきたね、埃とかなんかいろいろでしょうね、なんかこう見るとさらになんかレイヤーが1個開いた感じ見えますね、これね、本当ですよね、うん、福田さんの作品をカメラ越しで見るとなんかまた別のものに見える、うん、はい、っていうような感じの作品になりますね、はい、うん、まあ、この後ね、ちょっと、まあ、ヌードも入ってくるから、うん、閉じます、まあ、今写真集見てもらったと思うんですけど、はい、でそのね、横田さんね、写真集だけじゃなくて銀座のね、リコーリングキューブって言ってたギャラリーでですね、はい、今度ね改装して名前を変えてリコーアートギャラリーかな、
多分きっと写真以外にも使うんだと思います。きっと写真以外のアートでも多分ね、今度展示されるんじゃないですかね。それで改装して新しくですね、でそこで横田さん今度展示夏にされるみたいなので。なるほど、うん、7月の10日から8月の6日7日、もうすぐですね、うん、で展示されるので、はい、まあ、ぜひですねそちらにも、まあね、どんな作品展示されるかすごい楽しみですけどね。楽しみですね、うん、確かに。なので、ね、そちらもここから近いですし、はい、ぜひ足を運ぶといいんではないでしょうか。うん、でさらにプラスね、ちょっとその先銀座6の蔦屋の中でも横田さんの個展やるみたいなので、その、ね、横田さんの個展のとこのラインナップ見ると、さっき紹介したここに紹介した写真集の、ラインナップが載ってたので、うん、合わせて楽しめると思います。いいですね、うん、はい、ということで今日は横田大輔さんの写真集を、まあ、一通り値段を調べてみたのと、ゆうじさんからのタラチネの写真集を紹介してもらいました。次回もまたお会いしましょう。ありがとうございました。